そこです。自民党の総裁選の1回目が終わりました。1回目の投票の結果、1位、高市早苗、2位、石破茂、3位、小泉進次郎ということで、なんと、この秋の給付金について明言をしていた小泉進次郎氏はここで落選というふうなことになりました。高市早苗氏はガス代、電気代、ガソリン代の補助の延長ということについては言っています。ただ、石破茂氏についても、基本的な賃金、最低賃金の値上げということも謳っていますが、この秋の給付金については明言していないため、この秋の給付金、なくなってしまう可能性が非常に高いというふうに思います。そして、他の給付金についてもまた可能性ありますので、それについてもまた速報させていただきたいと思います。とりあえずここまでは、石破茂氏、あるいは高市早苗氏というところが、決選投票に向かったというところですね。この後決選投票の結果もありますので、また速報させていただきたいと思います。給付金の最新情報を続けてお伝えしたいと思ってます。